のベアマンは知ってるよ。知ってない。知ってない。知ってますよ。そう、はい、さっきは楽しい雰囲気でしたけど、ライブは雰囲気が変わりましたよね、皆さん。新しい世の子はこの皆さんのために準備しました。どうでしたか皆さん。はい、今日は座像にアレンジしてみたけど、皆さんどうでしたか。沈んで良かったですよね。はい、時々この社員に見せてもいいですよね。いつもは楽しいパフォーマンスが多いシャイニーですけど、今日はしっとりした雰囲気の中で皆さんのためにアコースティックステージを準備しました。キコ、その理由を説明してください。はい、説明してください。シャイニーが、デビューしてからもう4年ですけど、そうですね、さっき見た そこの、映像の中のイギリスがもう4年前ですね。いろいろありました。そうですね、ツアーもありましたし、そうツアーも回って皆さんのおかげで、まあアルバムの結果とかすごく良かったと思いますけど、そして夢だった東京ドームのステージに立ったこともすごく楽しいですよね。はい、それも皆さんのおかげだと思って、ずっとこの感謝する気持ちというか、ありがたい気持ちを歌で歌えたかったので、準備してみました。この気持ちを伝えたかったんです。じゃあ、ミノ君はドラマ終わって、今、はい、映画撮影中。はい。表情が出たけど、それも。寝るなよ。寝ないで。ね。目を今後頑張ってください。はい、頑張ります。映画、もう撮影、どうですか。映画は、なんか違いますか、ドラマと。はい、違いますけど、ちょっと難しいです。難しいです。同じでも難しいですよね、演技すること。はい。はい、あ、そうですね。気分も。時代劇？時代劇？ああ、劇は時代劇。で、難しいです。じゃあ、とにかくじゃあ次はキコン。誰かも、はい。最近、ミュージキャル。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 ミュージキャルって何？ミュージカル。あ、はい。今もありますか？ミュージカル。今中ですか？はい、中です。そうですか。いつ終わりますか？早く終わってください。うわ、なんで？なんで？忙しいから。ああ、忙しい。自分と関係ないじゃん、あんたと。しゃべるでしょ。どっちでも頑張ってるから。はい、頑張ってることは知ってますけど、元気が心配なの。嘘。嘘。本当ですけど。いやいや、おじいちゃんくんです。嘘。早く終わってください。元気のためにどうですかミュージカル。ミュージカルもステージの上で生で演技することとか歌うこととか結構難しいですけど、でも楽しんでます。ずっとなんかまた次のミュージカルある決まってない。まだ決まってないの。ずっとやってください。もう早く終わってって言ったじゃん。早く終わって言われたけど、早く終わって新しいミュージカルお願いします。
早いよ。でしょ。じゃあ僕はそのコンサート終わって、あ、終わった、終わりました。そう、僕は早く終わりました。あ、そうですね、原稿のために忙しい。そうです、結構忙しかったんですけど、はい、もう11月ですよね、うん、今は。そうです、ね、11月はあんまり忙しくないです。あ、そうですか。最近ラジオは、ラジオはやりますけど中でしょ。ずっとやりますよ。終わらないラジオ。それなら皆さんにチューして、ラジオすることって全然いないな。どこでチューですか。はい、お兄さんがチューしてください。はいはい、じゃあ次は、次は、はい、最近何しますか。はい、僕はあのソロ準備中ですけど、中でしょ。僕とあの多分の曲をレコーディングしたり、踊ったり練習してますけど、皆さんに早く見せたいですよね。でもあの時間がちょっとかけるかもしれないんです。待ってください。もっと完璧なアルバムのために。そうですね。いろいろ試してるからね。結構準備してますよね。はい。頑張ってください。お願いします。お願いします。はい、ニューヨークのもの後に SN サウンドか他のイベントはありましたけど、はい、皆さんと会う機会が少なくなって残念でしたね。でも今皆さんとまた近い距離で会えて本当に今日嬉しいです。で皆さん、久しぶりにシングルも発売されたので、ぜひたくさん聴いてください。そして来年はまたチアがあるので、チアも引退してください。皆さん、それなんとマリメッセの効果からスタートです。はい、はじめスタートでしょ。そうですか。あ、そうそうだそうだ、うん、皆さん聞いてくれますよね。リクイト、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 あー、何か自然に話してください。そう、期待してください。あー、わかりましたよ。ザといえば、去年は初めてバンドの方と一緒にアレンジした、だね、よく覚えてましたか。覚えましたか。記憶がありますか。はい、覚えてますよね。はい、次の曲はあのその時、実は時一緒に僕たちと一緒だったあのバンドメンバーなんかで、ギターのヒロさんとあの今日のステージを作りたいと思いますけど、ちょっと皆さん一緒に言ってみましょうか。だったら、背の知ったらヒロさんって言ってください。はい、せーの、ヒロさん、どうぞ。はい、よろしくお願いします。ヒロさんです。ヒロさん、久しぶりですね。ぜひヒロ。はい、次の曲は、はい、次の曲はここにいるあのヒロさんと、皆さんのギターの音と5人の、ボーカルだけ、いろいろ何回合わせてみて練習しながら準備した曲ですけど、そう、そう、きっといつもとイメージが違うように、聞いてもらえると思います。どう、次はどうですか。 OK ということですね。それでは聴いてください。